はい、株株パラダイスです。個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルです。それでは、まず今日の日経。109円下げましたね。で、前日のダウはね、3日ぶりに反落していたんですよね。インフレ指標の急進がもしというふうに書いてありますけども、アメリカの消費者物価指数がですね、結構なね、高い伸びになったんですよね。ということで、インフレの懸念ということになってですね、まあ政策的に、金融のね、引き締めが起こるんじゃないかというような懸念と、それとですね、あとまあ金利がね、上昇していったということがあってですね、まあ株価がね、下がってしまったということだと思うんですよね。まあそれで日経もですね、反落ということになりましたけどもね。はい。ただね、陽線なんですよね。で、この75日線の下にまたね、こう、もっと下がってしまったわけなんですけども、それでも陽線で終わったので、まあそんなにね、悪い感じはしないですよね。なので、頑張ってですね、この75日線の上にね、また到達してほしいと思います。はい。そしてですね、マザーズですけども、マザーズはね、意外、今日はね、伸びましたよね。はい。良かったと思います。で、この75日線の上にね、また出てきたので、うまい具合にね、こう、いい感じになってきたので、またね、ドンと上の方にね、行ってほしいと思います。頑張ってください。以上、試合関連でした。続いて、テーマ別。テーマ別でですね、まずはね、EV 関連なんですが、はい、ダイヤホールディングスなんですけども、久しぶりにね、今日はですね、なんとね、14% 以上上げましたね。よかったですね。おめでとうございます。でね、この2日間ね、結構いい感じでね、上げてきているんですよね。で、ダイヤといえばですね、なかなかね、いい決算が出て、で、ドーンとね、ここまで上げたんですけども、増資の話が出てですね、ここまで下げたということにはなりましたがですね、今日はなんとね、14% 上げて、以前のですね、この途中の高値ぐらいまでね、なんとかかんとかね、戻してきたので、いい感じになっているんですが、これはね、どういう話かというとですね、新ネタのコーナーでやるので、楽しみにしておいてください。はい、以上、EV 関連でした。続いて、半導体関連なんですけども、はい。半導体関連ね、トレックスがね、今日 3.3% 上げましたね。おめでとうございます。でね、なかなかね、これいいチャートにね、なってきたというような話をしましたけども、で、昨日ね、いい感じで伸びてきて、直近高値をね、構想だったわけなんですけども、ついにね、今日明確にね、超えてきましたね。よかったと思います。なかなかね、トレックス頑張ってますよね。はい。注目しておいてよかったです。いい感じでね、上げてきてますのでね、頑張ってほしいと思います。はい。続いて、グリーンエネルギー関連なんですけども、はい、グリーンエネルギー関連ね、昨日ね、なかなかのいい決算を出した NPC が今日はですね、10% 近く上げましたね。しかも陽線でしたね。良かったと思います。よりがね、なかなか低かったので、ドーンとね、上げてきたというところがね、ありましたよね。なかなかね、NPC 良かったと思います、今日ね。はい、期待していて良かったです。頑張ってください。以上、グリーンエネルギー関連でした。続いて、直近の IPO 関連なんですけども、はい。今日ね、エンジンがね、寄らずのストップ高でしたね。なんとね。はい、おめでとうございます。でね、この話はね、昨日ね、動画の中でね、ギリギリ文字でしかね、間に合わなかったんですけども、すごくいい決算がね、結局出て、寄らずのストップ高ということにね、なりましたね。はい、おめでとうございます。よかったと思います。明日以降もね、どういう風になるかね。見ていきたいと思います。そしてですね、ステムセルもね、なんと今日ストップ高でね、引けたんですけども、このね、チャートがね、いろんなね、この最近のね、IPO のやつにね、似てますよね。いい感じでね、ここの辺のね、直近高値を抜いてくるでですね、もう青天井になってね、ストップ高まで行っちゃうというようなね、パターンにね、なってるんですよね。最近いくつかのやつがね、こんな感じになってますけどね。はい。いや、なかなかね、すごいと思います。そして、毎日注目している日本電解ですけども、今日はね、3% プラスでしたね。おめでとうございます。いや、良かったと思います。で、連日ね、下げていた中で、どこでね、リバるのかっていう話をしてましたけども、まあ、このね、ボトムとこのトップの間の半分ぐらいのところがね、だいたいこの辺だろうということをね、話は昨日したわけなんですけども、そこまでね、行かずにですね、割とこう、下髭をつけて戻ってきたということになりましたけどもね。はい。で、今日はね、陽線だったんですけども、明日以降もね、うまい具合にね、このボックスに横で何日かね、こう調整して上に行くのか、それともですね、ひょっとしたらいきなり上にね、ドンと行くのかと、なかなかね、こう面白い展開に、ね、なってくれればいいんですけどもね、どうなるかね、注目しています。頑張ってください。はい。そして、ゲーム株のね、ワンダープラネットですけども、今日はですね、2% 上げたんですが、大引け後にね、決算が出たんですけども、ちょっとね、その件は新ネタのコーナーでやります。はい。以上、直近の IPO 関連でした。続いて、新ネタのコーナーに行く前に、株株パラダイスからのお知らせです。株株パラダイスは、早耳情報会員サービスというサービスを開始いたしました。詳しくは、こちらの動画、新情報サービスついにスタート、改訂版3という動画をご覧ください。会員登録していただいて、一緒に株の相場を楽しんでいきましょう。それでは、新ネタ。はい、新ネタですけども、まずはね、さっき言っていたダイヤホールディングスですけども、さっき言いましたが、14% 上げましたね。なんと。はい。良かったと思います。頑張りましたね。それでね、なんで今日はね、こういうことになったかというとですね、7月13日のね、大引け後にね、こういうものを出していたんですよね。第2回の新株予約券の大量行使に関するお知らせということを出していてですね、残りがね、少しになっていたんですよね。うん。かなりね、もう減ってきて、残りわずかというところまで来たということが出ましてですね、で、そろそろね、じゃあもう全部ね、行使されるんじゃないのっていう期待感でね、かなり上げてきたというふうに思われるんですけども、そして今日の大引け後にですね、うん、大量行使でもう完了しましたというお知らせをね、出してきましたね。残り0個ということになりましたので、この第2回に関してはね、うん、ということでですね、まあ一応ね、すっきりした形になったので、ここからね、うまい具合にね、どんどんまたね、上がっていくかどうかというところをね、見ていきたいと思いますけどね、期待しています。またね、ダイヤ、いい感じでね、復活してほしいと思います。頑張ってください。はい、そして、続いて、滝化学なんですけども、はい、滝化学ね、今日はですね、9% 上げたんですが、一時ね、ストップ高までね、買われるというところまでね、あったんですけども、まあ、それでも 9% はね、上げたというふうになったんですけども、でね、これはどういう話かというとですね、7月12日の大引け後だったんですけども、こういうね、報告を出していたんですよね。バカ松茸の事業化についての経過報告というものなんですけども、このバカ松茸っていうのはですね、松茸じゃないんですよね。本当の松茸じゃないんだけども、バカ松茸っていう名前のものなんだけども、松茸にね、すごく似ていて美味しいものだということなんですけども、で、それのですね、事業化に向けて大量生産の試験が可能な研究栽培施設を増設いたしましたと。うん。で、この設備によって量産スケールでの生産安定性、生産コストなど、課題解決のための検討を加速してまいりますというものをね、出してきたんですよね。うん。でね、これね、以前にこういう話があったというのをね、前にちょっと動画でね、話したこともありますけども、2018年にね、このバカ松茸の完全人工栽培に成功しましたというものをね、出してきたんですよね。うん。で、それでですね、その当時はね、こう株価がですね、爆上げしたんですよね。どんどんとね、すごい勢いでね、上がったことがあってですね。で、その時のことをですね、結構覚えてる方いらっしゃったかと思うんですけども、まあ、それでね、結構今日もね、ストップ高までね、買われるということがね、あったかと思うんですよね。うん。まあ、残念ながらね、ちょっと落とされて、プラス 8% にはなりましたけども、でね、今後とにかくね、この大量生産の試験がうまくいけばですね、うん、うまくね、事業化が進んで、うまいことね、こう、儲けられるようなね、感じになるかなと思いますのでね、はい、期待しています。頑張ってください。続いて、さっき言ったですね、IPO のゲーム株のね、ワンダープラネットなんですけども、はい、うん。ワンダープラネットですね。割とね、最近上場したうちの一つですよね。で、こちらがですね、今日大引け後にね、IR を出してきたんですけども、9月5月期、第3クォーターの累計として、計上はですね、2.2 億円で着地ということなんですけども、それのね、進捗率がですね、46.1% なんですよね。だからね、この第3四半期がですね、終わって、進捗がですね、46.1% ということでですね、ちょっとね、苦しいですよね。残念ながらね。で、決算の説明書にも、まあ、目立つようなね、大きい、ちょっとね、新しい何かね、こう、サプライズ的なね、案件とかがもうね、まあ、載っているわけでもなかったみたいなので、残念ですがね、ちょっとこれはね、厳しい戦いにね、なりそうですよね。なので、ちょっとね、次の何かですね、新しいネタがね、出るまでちょっとね、厳しいかなという感じがね、しますけどもね、どうでしょうかね。はい。続いて、カルナバイオなんですが、カルナバイオね、今日は 1% 下げたんですけども、でね、まあ、チャートはね、割とね、こう、いい感じでね、こう、整いながらですね、頑張ってね、上に行けるような感じにもね、見えるんですけども、ちょっとね、今日、大引け後にですね、増資の話がね、また出てしまったんですよね。で、まあ、これで、その、まあ、悪材料をね、出尽くしというようなことでですね、ある程度下げたら、またね、上がってくるということもね、まあ、十分にね、あり得ると思うんですよね。っていうのは、まあ、バイオ株はね、いつもこういうことにさらされているので、割とね、こう、皆さん耐性があるので、なので、ある程度ね、下がってきたらね、またこう、上に上がっていくというふうにね、なりがちなところもあるので、はい。どうなるかね、期待して見ています。頑張ってください。以上、新ネタのコーナーでした。続いて、7月14日の注目と言っていた中で、まだお話ししていないのがですね、まずね、この、ウッドフレンズなんですけども、今日ね、寄らずのストップ高でしたね、なんとね。はい、おめでとうございます。これはね、昨日話をしましたけども、かなりね、いい決算が出てね、寄らずということにね、なりましたね。これ明日もね、大きく続伸しそうですけどもね。はい、どうなりますかね。期待しています。続いてですね、トランスジェニックなんですけども、はい、こちらはですね、11% 上げたんですが、ちょっとね、陰線だったんですけども、まあ、それでもね、下髭をつけて少しはね、上がっていたというところもね、あったんですけども、で、こちらはね、まあ、決算がね、まあまあね、いいのが出たということだったんですよね。まあ、だったんですけども、それとはね、別にね、ちょっと別の情報があったんですけども、実はですね、で、これね、朝の水曜日のね、午前0時5分にですね、熊本日々新聞が報じていたんですけども、で、変異株に強力効果の抗体作成、熊本大グループ、新型コロナ感染予防や重症化の抑制ということをね、出してきていたんですよね。で、ここに今、スパイクタンパク質との結合を調べたとかですね。まあそんなようなね、ことがいろいろこう書いてあったんですけども、で、これがね、なんでこのね、トランスジェニックと関係があるんだって話なんですけども、トランスジェニックはね、以前ですね、この子会社のね、医科学創薬株式会社というところが、熊本大学と、このスパイクタンパク質に対する抗体の共同研究の開始に関する姿勢というのをですね、出していたんですよね。なので、この医科学創薬っていう会社がですね、今回のね、この報道に、ひょっとしてね、なんか絡んでるんじゃないのというようなこともですね、まあ思ってはみたんですけども、そういうふうに思ってはみたんですけども、明確にね、この記事にね、そういうことはね、書いていないのでですね、で、何のね、IR もね、出ていないので、まあ、それはね、どうなのかね、全く今ね、ちょっとわからない状態ではあるんですけども、まあ、違うのかもしれないし、関係しているのかもしれないんですけども、ということで、今日はですね、多分その分はね、ほとんど織り込むというようなことはなく、まあ、決算のですね、まあ、いつものパターンとして、まあちょっとね、寄り点気味に、ね、なったという風に、ね、なってしまったんですけどもね。はい。ということでね、さっきの熊本日々新聞の記事がですね、まあ何かしかね、関係があるような IR とかね、出してくれたらですね、もっとね、こう、ぐいぐい上がっていくのかなという気がするんですけども、違うかもしれないので、それはね、全くわかりません。全くわかりませんけども、はい、どうなるかね、見ていきたいと思います。続いて、Z ですけども、はい、スポーツ用品の Z なんですが、今日はですね、残念ながらね、10% 下げてしまいましたね。でね、これね、大谷さん銘柄ということで、今ね、メジャーリーグのね、オールスター戦があったわけですよね。今日の午前中にね。でね、大谷さんはね、先発してですね、勝利投手になるというね、素晴らしい活躍をしたわけなんですけども、まあ、とにかくですね、一旦お祭り終わりということで、まあ、10% 下げたということに、ね、なってしまいましたけどもね。まあ、これがね、また復活するのはね、いつの日かわかりませんけども、何かね、とんでもなくすごいことをですね、大谷さんがやるかしらですね、またガーンとね、上がる可能性もね、あるかなと思いますので、これはね、覚えておけばいいかなと思いますね。Z というね、銘柄を覚えておけばね、いいかなと思いますけどもね。はい。そして、メタップスなんですけども、メタップスね、今日はですね、23% 下げましたね。で、もう、ストップ安近くまでね、売れてしまったということになったわけなんですけども、これはね、昨日説明はしましたが、まあ、日経がですね、報じていた、そのプリンの買収金額よりもですね、まあ、かなりね、少ない金額での、まあ譲渡ということだったということでですね、ちょっと失望感が出てね、売られたということに、ね、なってしまったんですよね。うん。まあ最近ですね、とにかくこのね、爆上げしていたので、その期待感はね、すごく大きかったわけなんですけども、で、まあね、ここでですね、その Google と何かね、新しい関係づけがね、これから出てくればいいんですけどもね、うん、ただもちろんね、そのプリンのそのシステムの開発とかですね、まあそういうところで、まあ今までね、関係はね、もちろんメタップスがプリンの開発をしていたということでのね、ことの記述がね、ありましたので、まあそれがね、今後も継続するんであれば、Google とね、何かしかまた関係づけができてですね、まあそこでね、また上げていくということもね、あるかなとも思うんですが、うん、ただまあね、一旦ちょっと絞りが出たのでですね、まあまあね、49億円ですけども、それだけキャッシュが入ればですね、また何かね、こう、そんなに悪い話でもなく、まあ一旦の下げがですね、この辺で止まって、また上に行くか、それともまあプリンというですね、まあなかなかいい宝物が手放してしまったということで、まあ下げてくるかというところですけども、どうですかね。ちょっとその辺はね、わからないですけども、まあ、一旦大きく下げたので、そろそろね、ちょっと止まってですね、反発してくれてもね、いいかなという期待感はね、ありますけどもね。どうでしょうかね。はい。期待はしています。頑張ってください。以上、7月14日の注目銘柄でした。続いて、7月15日の注目杯。エンジン、ウッドフレンズ、ダイヤ、トランスユニック、NPC、アルマード、ウェッジ、トレックス、ワンダープラネット、シンバイオ、この辺を中心に見ていきたいなと思ってます。はい。それではここで、株株パラダイス成長パートナーシッププログラムにご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させていきます。本当に本当にありがとうございます。皆さん一緒に成長していきましょう。今後ともよろしくお願いいたします。はい。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。